はい、皆さんこんばんは、熊谷康雄です。ということで、大阪に別れを告げて東京に戻ってまいりました。今日もケニーカークランドレジェパクりたいと思います。今日は88の17小節目のとこですね。2コーラス目なんですけど、 B メジャーが続くとこ2小節で、 E メジャー、 E マイナーっていくあたりのフレーズですね。こんな感じで、最初の小節ちょっと休符が長いんで、まあちょっとパクリ用もないって感じなんですが、2小節目からなんで、まあ1,2,3,4 あ、ちょっと待って、こうですね、もう一丁って言ってます。ちょっと譜面を見てください。おいっす。ここね、これが 1,2,3,4 って休んでるんで、まあ休符もね、休符を歌えと、サイレンスを歌えと言われるぐらい、弾けと言われるぐらいなんで、ここも重要ですけどね。うん、ここかっこいいですね。黙って、まあ、でこっからパクりやすいのはこっちから、このフレーズは3,7,3 ですね。 B メジャーのだから D シャープ、 A シャープ、 D シャープ、 3,7,3 をガガガガガですね。タタタただ分解してるだけですね。まあこれは簡単にパクれますし、だけどこの曲は結構早いんで、そのとっさにガッとひねり出すにはこんぐらいシンプルだと、まあこう出てきたんでしょうね、このケニーカークの中にスタッフってなってね。結構だけどかっこいいっすねこれね。なんでまあ割とこの曲の中で言うと、こういうシャープ11のリディアンの感じのとこなんで、ソーラーとかだったら、この後のこういう D フラットのとこ、こんな感じで。続く感じだですかね、うん、こんな感じでシャープ11のリディアンのとこでぶっ込んでみてください。そして今日2つ目、この次の続きね、この次 E メジャーのとこでこう弾いてますね。これもまあ何のことはないんですけど、完全用途の展開系ですね。これが、D シャープ、G シャープ、A シャープですけど、まあ、A シャープこっちに持ってきたら完全用途、E メジャー上で、でまあ、シャープ11の音ですね。なんでまあこれもいわゆるリディアンスケール上のフレーズ。で、この前、マイロン・ウォルデンのフレーズでってのがあったんですけど、これも3度から始まって、この同じなんだふわりが一緒して、タータタタですね。で今日はでやっぱり3度から始まって、シャープ11と、これなんだメジャー7、これ結構いいなと思って、なんでこれもさっきみたいにソーラーのここで D フラットのとこでデー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 みたいな、結構簡単にぶっこん でずっと8分音符じゃないんで、まあずっと8分音符ばっか弾くわけにもいかないんで、こういうのも必要っすよね結構ね、とかこれね D フラット
ットのとこで当てはめてみましたけど、他の曲で。うん。というのが二つ目。今日、まあ、それぞれが弾くの自体は簡単なんで、ちょっと三つぐらいいっちゃおうかなと思って、三つ目がこんな感じ。あ、合ってるかな。ここか。Em7上で、こうやって弾いてますね。これ、ヨド、ヨドじゃない、イレブンスから始まって、5で6入って1度でまた5度に、あ、5度じゃない、イレブンスに戻るんですけど、でこれもう、これも完全ヨドに6足してる形になってますね。 Em の5111って弾いて完全ヨドに11を足してる感じなんで、まあ結構、だから、こっちはまあ、37だけど、これも完全ヨドの展開なんで、さっきの E メジャーのフレーズ。で、今度また、完全ヨド。完全ヨド使いがちっすね。ケニーがカークランドあるあるっすね。完全ヨド使いがち。うん。これもなんか、どこで使えるかなとか考えたんだけど、なんかドルフィンダンスとか結構あの、このソロの時になんだこのマイナーセブンみたいなのがちょいちょい出てくると、こういうの結構使えますね。こういう、ここは G メジャーから F フラットマイナー行って F マイナーみたいなあるんですけど、そうするとあんま2-5 とかも全然関係ないですからね、この流れ。こういう時にここで、でこれ A フラットの時ですね。 A フラットマイナー、 F マイナーでもいいじゃん。この辺2-5いけるね。これ C マイナー上で同じことをやってます。イレブンスから。あ、違う。やっぱこっちじゃない。こっちか。で E フラットセブンのリード。こういうとこだ。こういう B マイナーセブン来ました。こうですね。違うな、2-5だから。あ、こういうとこ、ほら、もう連チャンまあこうやったらアホですけどね。ここは B フラットマイナー7、あとはもうないかな。これはまあ今のはかなり極端な例ですけど、あ、違う、ね、これいいっすね。これ結構いいっすよね。でもっとなんか早い曲であれば、もっとまあそっちの方がいいかもしれないですね。この勢いがあった方が、そんなにうねうねしたフレーズじゃないんで、みたいな。今日はその3つを言ってみました。皆さんもなんかの曲で当てはめて、シチュエーションを作ってそこにぶっ込んで練習してみてください。それでは皆さん、ご存知、チャンネルの登録よろしく。消えだ消えだ消えだ。